アナライザー地獄全国1億2000万人予定の、まあ、メカ部の諸君またあえて光栄だ相当万歳,万歳宇宙戦艦ヤマトに登場する赤いズンドアシスタントロボットその名もアナライザーアナライザーこの手のアシスタントロボットの系譜は古いわざっくり使用どころを引っ張ってくると古いところでバック・ロジャース1939ツイッキー宇宙家族ロビンソン1968 ライデー宇宙戦艦ヤマト1974アナライザータイムボカン1975チョロボー超電磁ロボコンバトラー V1976 ロペットスター・ウォーズ 1977R2D2 機動戦士ガンダム1979ハロインターステラー2014ターズこんな感じねそして今回は。 今回はアナライザー地獄の話を。メカ部チャンネルヤマトではアンダロメダとコスモタイガツが好きクルディヌメイデザインメカ部部長の部長ですヤマトはイブマサトがかっこいいメカ部初期改定のメガネですヤマトでは女子が森ゆきしかいない新見さん町メカ部顧問の顧問です今回はアナライザーが地獄という話なのだけど 何が地獄とにかく書くのは大変よ、ね、これ宮武作画資料らしいのだけどテレビアニメのロボットとは思えぬ線の多さよ多いわね蛍行に配置された板のとさか同じファブ線を3回もパースに乗せて引かねばならない面取りしたら6回透明フード色ドレスが必要でめんどくさい大量の松本メーター松本メーターとは松本零士作品に出てくる ライフリングっぽい衣装のあるメーターを言うにゃ書くのが大変なので有名にゃこの面倒くさいメーターがだんちしたドーム型のトンプに沿って配置されるわ円筒の穴というだけで地獄よその地獄が休憩に沿ってパースがつく心の底からえきたくない確かに書くの大変そう煙筒覚醒型のボディそれは何が地獄なの円筒って丸が二つある形状でしょうパースにのせて書くのがすごく難しいのよ これは松本メーターが段落ちなのも大変だし、普通のメーターも段落ちだと大変よ。自転車とか、車とか、タイヤがちゃんと描ければ、それっぽくなると言われるけど、それは、描きにくいからよ。描きにくいのか。美術デッサンの練習に、コップとか、円筒の石膏模型とか使うでしょう。円筒は実生活でもどこでも見かけるので、違和感があれば即気がつくのだけど、格側からすれば雑に描きにくいのよ。とにかくパースに乗せるのが地獄。 ででも素人目でも目違和感は即がつくボディに等間隔のラインモールドこれが平行に大量円筒ボディに沿って黄色のライン目立つ上にパースに乗せる必要あり面に沿って線が入っているので間隔が狭まるのが立体を感じさせるけど大変そうにゃパスに乗せづらい地獄の集大成みたいね関節部も円筒とプリンカップしかもラインありわざとやってんのかというレベルの。 核の面倒くさそうさよ。言われてみれば、果てしなく面倒くさそうに見えてきた。足はキャタピラ、クローラー。しかも、ガンタンクより線が多い。各所に配置された、モールド。確かに核の面倒くさそうね。これ、左右対称についてるから、パースに乗せないとダメなのよ。あ、パースって聞くと、大変そうに感じるわ。あとまあ、本当に線が多いわ。細いアンテナ、細い動力パイプ、彩色が筆の時代に面倒そう。正直。 一カットいくらの仕事ならば、ハロの方が絶対お得。己許すまじアナライザーよ。まあそりゃそうでしょうよ。地獄、アナライザー地獄。地獄こんなの毎回書いてられるか、3D ツールなしでこんな仕事したくない。それらアナライザー。ザーあまりにも書くのが面倒くさいロゴ。なぜ、森行きにセクハラするだけの、ロボットにこんなに線を増やしたのか、立体的にしたのか、R2D2 の真似じゃないのよ。こっちの方が古いよ。 むしろスター・ウォーズが寄せてるわ。なのにゃ。はあ、特に強い理由なくこんな線の多いデザイン。これを動かすって正気の沙汰ではないわ。なぜこんなデザインでゴンが出たのか。なぜヤマトだから。ヤマトだから。ヤマトだから。プロデューサー、西崎義信。あまりにも個性が強く、伝説も多い。ハーレーのオートバイ25台を所有した男。あ監督、設定、デザイン。松本麗児。あ これは現場がノーと言いにくそう。でも、その金で、アナライザーがいる画面は引き締まっているわ。何回言われてみればこの人だけ、線めっちゃ多い。塗りも細かい。ヤマトって、書くのがめんどくさいねか、書くのがめんどくさい背景が大量にあるのだけど、アナライザーに至っては、なぜこんなところにこんな労力を負ってねかよね。アニメーターから見たらこれ、大変でしょう。でしょうね。それを押し通す、ヤマトと言ったタイトル。は一緒に。ヤマトとから、 ヤマトだから普通のアニメ会社指導だったらこうはいかないと思うそもそもヤマトのデザイン自体がこれを動かすのかというめちゃくちゃ線の多い絵だからねオープニングの複雑引きカットやゆっくり傾きカットを見るだけでこれを動かすのかというインパクトがあるわ言われてみればヤマトってすごいのね昔のアニメだからキャラの絵とか今ま見ると古く感じるけどそうヤマトのメカ描写はすごいのよその上さらにアナライザー こんなものまで動かすのかという。しかも酔っ払ってヒックヒック言いながら、去っていくシーンですら奥行き方向に動く動画。まさに地獄。アナライザー地獄。確かに。ちなみに安彦義した氏は大和に参加してて、結構インタビューで辛辣だったから、思うところあったのかもしれないわ。だから、コンブイではアシスタントロボットは、結構書きやすい感じに、透明パーツがあり、全身にメーター、赤くて黄色い差し色、ケダピライドと、アナライザーみたいなのと言うおうだっぽい。 それでも手癖で書きやすいカーブが多いわこれも大変そうだけど弾落ちやメーターが減ってるのねガンダムではここまで簡略化ハロハロは大河原デザインだけどそもそもメカデザインをヌえじゃなくて大河原氏にしようと言ったのは安彦氏とのことテレビアニメはアバウトなものですからそこにあまり理屈を持ち込まれると不自由になってしまう当時そういう経験をヌえとの間で何度かしていたので 自分が消耗すす。ることを恐れていったんですそれで当時メカデザインをやっていたのは他にメカマン中村光月さんと大河原さんが設立したデザインスタジオしかないそれで大河原さんが参加することになりましたアニメーターとしてはシンプルなデザインに越したことはないんです線の多いぬえのデザインに比べ大河原さんのデザインにはシンプルなイメージがありました大河原さんに落ち着いたときは良かったと思いましたね なんかこの安彦義和氏がぬえで疲弊した一つはヤマトの気がするにゃ最近のガンダムのハロは手足もないあゼータガンダム以降ハロには手足なしねほっと一息ついたところでもう一度アナライザーえぐほんと CG 作ができるようになってやっとこのアナライザー地獄から逃げれるようになったのではないかと思うわなるほどでも手書きじゃないと味がないとか言うのでしょういいわね昔の手書きアナライザーを今見るとビビるもの 謎の圧倒的な存在感があるわメカ部チャンネルい<や>そんなわけでメカ部では宇宙戦艦ヤマトを超応援しています改めてヤマトに出てくるメカ覚悟の大変よね背景美術も線が多くてえぐいあのブリッジ以上。アナライザーはもっと森雪にセクハラすべきにゃそろそろ閉めましょうせーのああああああヤマトのコーラスは私たちには無理ね無理ね メメカカではメカの動画を投稿しています見逃さないようにチャンネル登録してメカ部員になってねジャンル限界値を超えてもじわじわ部員ぞっ中高評価拡散本当にありがとうございますコメントが励みになっているにゃ情報感想訂正よろしくお願いにゃ最安値のメンバーシップもやってますお金をドブに捨てる勇気ありがとうございます LINE スタンプもあるのにゃ せっかくだからたまには古い動画も見てってね瞑想してて面白いわよでは次のメカブの時間メカ部チャンネルでメカブチャンネルで